先月の貿易収支が発表されました財務省が今日発表した11月の貿易統計によりますと輸出から輸入を差し引いた貿易収支は821億円の赤字でした赤字は2ヶ月ぶりです自動車や鉄鋼の輸出が減ったことが影響し輸出額は6兆3822億円と1年前に比べて7.9%減りました これで12ヶ月連続の前年割れです。